まずやらせてます。まだしない。まだしない。いや、とくおい。まだじゃない。何それ。あ。お疲れ。お疲れ様です。お疲れです。いやー、見ました、あの動画。見ました見ました。やばいですね。やばいね、あれね。あのラファエルの動画がなんかちょっと最近見て、うん、みんな見たじゃないですか、うん、あちょっと社長にやるっていう体で今撮ってるんですよ。これ社長知らないんだね、もちろん知らないです、ね、なんでもう僕と寺見潤がもう頭をね、そうですね俺にこうやって無茶振りしてくるんだよねいくらこれ、あれいくらこれ見たいですね。見たい見たいです。見る、はい、なかなか見ないでしょ、はい、うわ、やばちょっとこれはやばいでしょ。これで1000万、1000万1000万おろしぎでやってやん。やらせねえ俺マジで。結構本物、結構分厚いっすね。本物だぞマジで。これめちゃめちゃ大変だったの、はい、今日の前昼過ぎぐらいにから過ぎぐらいに行っていたでしょ、はい、で銀行呼んでお前で銀行手続きその場でおろせんってたもんで、ね、また帰ってもらって、はい、めちゃめちゃ大変だったんだぞ。さすがです。さすがです。さすがです。ちなみに俺これ勝手に1000万とか下ろしたことないから俺はどうなっても知らんからね。ああ社長に別になんか使うで1000万下ろしてくるとかじゃなくて普通に今さんが勝手に下ろした。やばい。そうまあちょっと違う体で言ったけど1000万使うでいいみたいな、うん、で多分下ろしたとは思ってないかもしれない。あ多分思ってない。結構重たいっすよ。すごい。すいません。あ、映すか。いやでも入らないと全然入らない。全然入らない。全然入ったらもうおかしくなってますよ。いや知らんぞ。これやばいね。これはやばいね。いやさすがにでも楽さすがに知らんよ。多分楽勝やった。十何年おるけどこんなこと俺やったことないから知らんよ。でもドッキリどんどん濃いみたいに言ってたんですけど、すげえ知らん。ちょっと顔引きずらないとビビったら何ですよ。お前ってビビったら何だよ。俺もやることやってるからね。言われたらあれじゃないですか。十何年ですか。もうやることやってるからね俺。知らないよ。やばいっすね、うん、本当に怒るっすか。怒ったらやばい。必要以上に触っちゃうよ。俺実際書けないんで、うん、そのすごいですよね。寺道くんすごいですよ。そうですよ。僕らじゃじゃん小林銀行作っちゃいました。寺道くん一回聞いてみてください。それでなんかこれ偽物ですからね、本当に。本物ってことで見えるんだ。全然わからん。本物みたいな。いけるね。なんで俺はこっちへ気引いとけんな。そうっすね。でこれは、まあ、ちょっと打ち合わせがあるもんで、はい、前回の水かけだけって言ったらあかんですけど、あれであれですからね。あ、ちょっと言われた。あれちょっとじゃないですか。だいぶ言われた。だいぶ言われた。それやめんじゃね。これやばい。これやばい。これ多分自分たちがやばい。これやめようだもん。あの冷静に考えてやばいかもしれない。やばいっしょ。ダメっすって。楽勝っすって。いきますって。いきますか。全然いきますって。じゃあ何かあったら僕が何かするとかじゃないけどね。するとかじゃない。何もできないですけど、それは何もできないけど。真剣に多分土下座したら許してくる。あーやばい。絶対許してくる。やばいっすか。やばいでしょ。じゃあ本当なんとかしてください。もし何かあったら本当守ってください。じゃあもし何かあったら僕が全力で謝りますわ。じゃあもう寺道君じゃ効果ないから。じゃあ俺も謝る。一緒にお願いします。一緒に謝ってくれるらしいんだよ。そうっすね。3人で謝れば何とかなるって。ちょっと僕なんか一番悪いみたいになってるじゃないですか。いやだって一番悪いでしょ。みんなで僕だってあれなの。寺道君で俺僕も一緒にやってもらえませんかって言われたら寺道君やばいっすね。これはやばいぞ。本当やばいですか。マジで現生だよ。首とか言われるんですかね。いや首言われないけど多分なくなるじゃん。いや首がなくなる。首がなくなる。首がなくなる。物理的な方ですか。究極言ったらでも部長の強化だからね。ちょっとそうですね。あ、なんか心来た来た来た。全職責任転換。いきなりその…そうそう、いきなり楽になった。楽になったっすよ。楽になったでしょ。そういう風なのお前ら。ちょっと再生回数伸びは喜ぶっすか。そうっすね。そうそうそう。結局は、そうそう、そこそこ。そうそうそう。そうそうそう。そういうことっす、そういうことっす。そういうことっす。再生回数のために命かける寺西。あ、まあいいね。違う。寺西と寺道くんにしといてください。と、井村さんっす。
俺入っちゃうの、はい、3人で行きましょう。行こうか、3人で。そうしましょう。3人だったら怖くないでしょ。そうそうそう、3人だと怖くない。あー、でもそろそろ帰ってくるんだ。そうそう、ちょっと隠します。それだけ隠して、ちょっと気引いててください。隠しとけ。え、あと僕らがあれしたから本当ある。怖いな、怖いな、本物押すな、怖いな、手が震えてくるわ。今、社長帰ってきたぞ。はい、よし、帰ってきたぞ。演歌出てきた。やばいっすね。やばいっす。とりあえず今から俺、呼んでくるね。
ちょ、金はいかんわ、さすがに。ネタになるぞ。これどこにやらんだろ。ちょ、もう一回目、マジマジで。これさすがに無理だぞ。これお前いくらかけて作ったのこれ。マジで本当にこれいくらかけて作ったのお前。ちょっと何でやってんだ。ジムも絡んでるだろこれ多分。だってこのキリナさんと伊藤さんのところ遅いでしょこんな。でも日村さんに言ったら一瞬でした。ちょっとそうかさすが。あいつバカか本当に。お前なんで。これはいかんわこれなくなったお前。どこすんだ。なんでこんなにやったの突然。なんかラッパーやね。そうですね、なんか動画が上がってて、うん、でなんか、そのなんていうんですか、1000万とかみたいなやつあったんだね。あった、そうだっすやった、やってみようかちょっとやったすいません、まあ、どういうのが減るもんじゃないもん、いいかアホか、ほんとびっくりしたんすか笑えんわもうちょっとね、これ今撮ってるねドッキリでいいねこれはびっくりするわ、もう本当にびっくりしたもんだっていや、ここに全然気づかなかったもん、本当にマジ気づかなかった隠れてこそったりしますは隠れてこそったりまあ、ここまあ、最後辺気づくから俺全然、もう本当にパニックったわいや、まあまあパニックとったろ結構だから、本当にじゃあ、本当に逃げとるかなと思ったもんそうっすねちょうど70枚とか言ってるさらっとよ、じゃあ本当にちょっとムカついたもんドッキリだよでも、怒って怒らせろって言ったけど怒るとかじゃないやつじゃん、ドッキリじゃないやつじゃんと思って本当のやつじゃんと思って本当に俺傷ついてるじゃんみたいなおかしいでしょすごいな、そうですね、ま、すごい実物見るとすごいなお前切ろうとしようかしなちなみにこれもちょっとあれですよね、社長の財布から取った社長の財布から取ったやつすいませんふざけんなよリアルそこにカバンゴになるもんねあ、いや、じゃあ終わってまとめに入っとるから俺まとまらへんわ動画が、ほんとむっちゃ汗かいてるし、見てちょ、ほんとに光っとるわよ、むっちゃちょ、ほんとに焦ったわ、熱っすごいだろビビったなこれはよく考えたねまあでももう、パクリみたいな感じパクリだけど、この一枚札とかすげえじゃんちょ、これなくなったらどうすんのお前さっき普通に置いとったんですけど誰も取らん10年分ぐらい切る普通に置いとったとか言ってちょまさか銀行に行って出してくれって言ってはいすごいなでも面白いわこれは伸びるかなっていう予感があるもんねやったら喋ってるここ引っ張ったらドッキリちょっと動画過ぎてきてください200万あたりからやばいブッソドッキリって言ったらお前もよう乗ったねさすがに乗らな乗らない僕も伸びんかなYouTuber ね YouTuber なんで一つですよあのこんなに金があると思ってあの泥棒とか死に込んで金庫に本当入ってないからじゃあ本当にじゃあ数週間じゃ泥棒2回ぐらい入ってもホントにあるいや本当入ってなかったです入ってないでしょ入ってなかった金庫見てんの誰と見とんの金庫開けてくださいよね一回ユラさんいや入ってねえな段取りするわ入ってねえなほんかめちゃくちゃやん疲れますね本当ビビったあれも結構仕事今日忙しかったもんね。カロリー何カロリーですか。カロリー何せんだもん。カロリー。まあ10万再生でいいわ。みんなねもしよかったらまあいいね教えてね。いやこれは教えてくれてもお礼だよわ。どうなって会長。あ？で僕らの給料減るんで。本当お願いします。いや本当にね。まあちょっとこれちょっといいねつけてほしいな。これ頑張って。つけてほしい。まだ見てない。